リアケース5種類あります。背面は表面高度 5H のウルトラファインアクリルという特殊なアクリルを使っております。こっちにスピーカーホール開いてるんですね。4かっこいい。厚み 0.6mm、 重さ 12g です。やばくない？とりちゃん、こんにちは。トーリーちゃんのピンクです。今日ご紹介する製品はよいしょ、こちら Google Pixel 8a に対応しているクリアケースがシンプリズムから5種類も出ていますので隠していきますよ。それでは行ってみましょう。デジタルライフを豊かにするシンプリズム。それではご紹介していきます。 Google Pixel 5a に対応しているクリアケース5種類あります。シンプリズムから5種類も販売しております。まず最初に一番売れてるタートル、そして背面ガラスのグラシカイージスソリッド、これは新製品です。グラブとエアリアルインビジブルです。では早速パッケージ開けてみましょう。じゃん、開けてみるとこんな感じです。まずタートルハイブリッドクリアケースからご紹介していきます。タートルとは日本語で亀という意味ですけど、硬い甲羅のような背面と柔らかい手足のような側面でできている2種類の素材が使われているケースです。そういう名前の由来からタートルと呼んでおります。背面は表面高度 5H のウルトラファインアクリルという特殊なアクリルを使っております。この柔らかい素材は TPU という素材です。じゃあ早速はめてみましょう。じゃん、はめるとこんな感じです。ツヤヤンとしております。 Google の純正のケースだとこのカメラ周りががっつり開いているタイプのものがほとんどだと思うんですけど、シンプリズムのタートルはしっかりカメラ周りまで保護してくれております。側面はこんな感じ、充電側です。ストラップホールが2箇所ついているので、流行りのこんな感じでショルダーストラップも付けられます。背面こんな感じ。持ってみてね、すごく TPU の部分がグリップになっていてキュッという持ち感になるので落としづらくもあるんじゃないかなと思います。タートルでした。続きましてグラシカという背面がガラスでできた透明ケースです。こちら先ほどのタートルは背面がウルトラファインアクリルというアクリルだったんですけど、このグラシカは背面がガラスです。なんと表面硬度が 10H もあるのでカッターで傷をつけようと思っても傷つけられません。試してみます。結構引っかいたぞ。でも見て綺麗です。じゃあはめてみます。じゃーん、つやややや。10H の強化ガラスはアクリルと比べても指紋がつきづらいのが特徴です。そんなに気にならないよね。こっちは指紋をペタペタつけたタートルですね。まあ全然わかんない。こっちのが指紋をペタペタつけたグラシカです。どっちも綺麗だった。体感としてガラスの方が指紋がつきづらいかなと私は思っております。側面はタートルと同じく TPU を使っております。で、充電カバーも、まあ、こんな感じでストラップホールが2箇所ついております。グラシカでした。続きましてイージスソリッドをご紹介します。これはね、見て、じゅん、ぐにゃんぐにゃんです。全部が TPU です。めちゃくちゃ曲がります。なのでもうあらゆる角度からの衝撃をしっかり吸収してくれますね。でははめてみます。この TPU も黄色くなりづらい素材を使っております。見てみるとこんな感じ、全体的に白いドットがついております。見えるかなあ。このカメラ周りはドットついてないんですけど、背面は細かなドットがついております。側面はついてないです。このドットはね、干渉痕っていう虹模様みたいな、密着痕とも言うのかな、虹模様が出ないように点々って細かなマイクロドット加工をしております。ごめんなさい、タートルとグラシカにもついておりました。細かなドット加工が上の方ですね、上だけ。あと側面のここだけ、ここはついてないです。
地図ちょっと見てみます。2日目こんな感じ、こんな感じで、ストラップホール2箇所で2日目ですね。はい、イージスソリッドでした。続きましてグラブ。グラブはね、ここと、ここが表面硬度 5H のウルトラファインアクリルで、側面が TPU でも、ただの TPU じゃなくて、裏にハニカムコア構造という蜂の巣みたいな加工が施されておりましてですね、これですっごい衝撃吸収してくれるんですね。あと4つ角に穴が開いてます。これがストラップホールにもなるし、エアクッションの役割をしまして、なんと 3.5 メートル上から落としてもしっかり端末を守ってくれるというすごいタフなケースです。はめてみます。お、黒とめちゃくちゃ相性いい。ちょっと今までの3つはカメラ周りまでしっかり保護してくれてたんですけど、グラブはここがっつり開いてますのでご注意ください。4、かっこいい。側面こんな感じ、ボタンがねしっかりついております。側面こんな感じ。あれれって思いませんか？スピーカーホール1箇所しか開いてないと思った皆様、こっちにスピーカーホール開いてるんですね。これどういうことかというと、音がこう前にビュンって飛んでくるような仕組み、サウンドホーンって言ってるんですけど、サウンドホーンが搭載されているので、動画とかを見るときにも音圧がボンとくるのでおすすめです。よくこっちね。はい、そしてじゃーん、エアリアルインビジブル。これはねめちゃくちゃ薄いのよ。なんと 0.6 ミリしかないの。厚みがやばくないんですか？厚み 0.6 ミリ、重さ 12g です。見えないんじゃないかな、置いてもどこにあるのか一瞬わかんないですよね。そんなもう何もつけてないかのような装着感を目指したのがこの完全透明のエアリアルインビジブルです。すごい、はめてみるよっ。おお、いや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 、でもサイズ感とかも全然変わんないからね、めちゃくちゃいい。ただエアリアルをつけた方が滑り止め防止の役割がある気がしますね。ピクセル 5A ってマットの背面だったのでつるってなっちゃいそうなんですけど、エアリアルをつけてるとこうグリップ感が増します。サイズ感がね裸と変わんないっていうのは嬉しいと思う。ちょっと詳細見てみますよ。これはカメラ周りちゃんと保護してくれております。背面こんな感じです。で側面イカ部分です。ちっちゃい穴がてててててんとついております。あ、ストラップホールはついてません。これねもう薄すぎてストラップホールつけるとねもうダメみたい、強度が、のでつけておりません。そんな透明クリアケース、気になるお値段ですが、タートルソリッドが1780円、グラシカ背面ガラスケースが2280円、イージスソリッドが1480円、グラブ衝撃吸収ハイブリッドケースが2180円、エアリアルインビシブル超精密成形薄型軽量ケースが2580円です。この子めちゃくちゃ安かった。いろんな透明ケースありますが、皆様は何がお好みでしょうか？好みとかね、予算など合わせて選んでいただければと思います。以上、 Google Pixel8A に対応している透明クリアケース5種比較してみました。いかがでしたでしょうか？見た目はどれも透明なケースなんですけど、使い心地や性能全く違うので、お好みなのを見つけてください。好みのケースがあったらコメントくれると嬉しいです。この動画がいいねって思っていただいた方、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。トリちゃんのピンクでした。バイバーイ。